で、実年齢が今45歳なんですけれども、体内年齢は30歳でした。痩せ体質になる方法をお伝えします。こちらですね、今回のこの動画は、日頃私が取り組んでいる痩せ体質になるその取り組み、もうシンプルな取り組みのベースをお伝えするとともに、その、取り組んでいる私のですね、実際の体重と体脂肪率と肥満度指数である BMI のこの数値をですね、発表したいと思いますので、ぜひぜひ、動画最後までお楽しみにご覧くださいね。そもそもその痩せ体質っていうのがですね、その本当にシンプルな方法なんですね。ですから、今からそのシンプルな方法を3つにまとめておりますので、その具体的な方法をお伝えした後に、私の実際の、いろいろな数値をですね、お伝えしていきますね。まずその痩せ体質になるベースのその1、腸内環境を整えることなんです。もう私は微腸活の専門家ですので、別の動画でももう何度も何度も繰り返しですね、痩せるためには腸内環境が大切なんですよということをお伝えしております。もうベースはそのあなたのですね、腸内環境を良くするために、その食べ物をですね、変えるだけでまずはいいんですよ。例えばその腸内細菌のですね、痩せ菌と言われる善玉菌を増やしてあげないといけないんですね。増やしてあげること。その増やしてあげたら、その次にその増えた善玉菌が大好きな餌をやっぱり取ってあげないといけないわけです。でしかもそのせっかく取った善玉菌がずっとあなたの腸内に心地よくこう住み着いてもらわないといけないわけです。そのステップの食材がですね、やはりあるんですね。ちょっとここでは簡単にお伝えしますが、また別の動画で詳しくですね、こと細かなこんな食材っていうのをご紹介しておりますので、また別動画でご覧くださいね。シンプルです。腸内環境を整えるには発酵食品を取ってあげること、水溶性食物繊維を取ってあげること、そしてオリゴ糖を取って EPA、DHA というその良質のオイル、油を取ってあげることなんですね。では次、2つ目です。痩せるためにはですね、肝臓をいたわってあげることがとってもとっても大切なんですね。もう肝臓はもう一番のデトックス工場、臓器なんですよね。ですからこの肝臓が疲れていては、やはりどんなことをしても痩せ体質には程遠くなってしまいますから、この肝臓をやっぱりいたわってあげることが必要なんです。そのためにはやはりタンパク質、ビタミン、ミネラルなどをこうしっかりとってあげることであったり、あとこの3番目につながるお話なんですけれども、肝臓に負担をかけないことをするわけです。不要なものを食べないです。例えば添加物であったり、人工甘味料であったり、農薬であったりですね。なので日頃私が取り組んでいることといえば、もうほんとこのね、3つだけなんですよ。とにかく腸内環境が良くなる食べ物をしっかりよく食べて、肝臓が元気になるベースのタンパク質もしっかりとり、またこのせっかくその取った腸内環境と肝臓良くしたところで悪いものを取ってしまっては、もうプラスマイナスゼロどころか悪くなってしまうので、とにかく余計なものは買わない、食べないです。もうとってもシンプルなんですよね。もうたったこれだけです。でまたさらに深掘りしたお話はまた別動画で、こちら動画ご覧いただいた後にですね、詳細欄に動画のリンク貼っておきますので、そちらもぜひご覧くださいね。そこでそもそもその痩せているとか、スリムで羨ましいなとか、そういったこう理想の方々って周り身近にもいらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちがそのじゃあ実際どんな体重で、どんな体脂肪率なのかなって、その数字具体的に知りたいですよね。で、これは目安なんですけれども、一般的にですね、スリムと言われるその目安です。体脂肪率に関してはだいたい 27% 以下が目安なんですね。で、 BMI と言われる、要は体重と身長から算出する肥満度指数というのがあるんですけれども、これが22以下だと、一般的に
あの人スリムよねっていいよねって言われる数値ですから、あなたもぜひぜひ今からお伝えする計算式でちょっとご自分のですね現状チェックしてみましょうか。さあいきます。こちらです。 BMI 肥満度指数ですね。例えば、例えのお話のがお早いと思います。体重が60キロで身長が160センチある方の BMI 数値の出し方は、体重60キログラム割る身長はメーターに変えますから160ではなくて 1.6 です。 1.6 メーター割る 1.6 メーター、体重割る身長割る身長なんですね。なのでこの方身長が160センチで体重60キロの方は計算式で出すと BMI 数値は 23.4 なわけです。ですからだいたい標準と言われるBMI の数値は、年齢にもよるんですけれどもね、 18.5 から 24.9 の間であれば、標準体型ですよということなんですけれども、先ほどお伝えしたこちら、スリムと言われるっていうところの BMI はやっぱり22以下ですから、いかがですか、この方ちょっとプラスという形になりますよね。いかがですか、例えばあなたが150センチで体重が丸々キロでってご自分の中でですね今計算してみてくださいね。そこがBMI 数値なわけです。さあそこで大変お待たせいたしました。ご興味がある方はね聞いてくださいね。私が先ほどお伝えした痩せるベースの取り組みをしている結果、どのような体重であったり体脂肪率であったり、まだ BMI の数値を持っているのかというのを私がですねタニタの自宅の体重計で測った数値、動画をこの動画にもセットで見れるように編集しておりますので、ちょっとご覧くださいね。私はですね身長が160センチあります。で、昨日の夜測ったその数字がですね、体重が 42.8 キロです。これは今年の5月に、私がファスティングに取り組んだ時の体重が5、6、7、3ヶ月間もほぼ42キロ台で変わってないですね。多少変動ありますけれども、ファスティングを定期的にしたりですとか、こういった取り組み、痩せる体質なるベースの取り組みをしているだけでずっとキープなんです。でものすごく元気いっぱいなんですよね。そして、体重言いましたね、身長言って、でそこから計算したその BMI 数値はやっぱりちゃんと体重計の数値もですね合ってるんですよね。BMI が 16.7 です。そして体脂肪率が 15.4% ですね。この数値をだいたいキープできてます。で実年齢が今45歳なんですけれども、その体重計のね体重計で測ると、体内年齢は30歳でした。ありがとうございますということでいかがだったでしょうか。この動画のお話ですね、あなたご自身とそして周りの大切な方々のためにどんどんシェアして差し上げてください。そして、ファスティングなどにご興味ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておきますので、直接ご登録を私までご相談ください。また、この動画のお話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。